最新作についてちょっと聞きたいんですけど、はいはい、パルコの消滅っていうの、はいはい、昨年の10月ですかね、はい、10月23日とかですか、はい、に発表されて、で僕はあの青木さんのハサミグループの作品いくつか聞かせていただいてたんですけど、はい、新作まずすごい面白かったっていうの皆さん聞かれましたでしょうかね。アルバム作るときってどういうまずアイデアをから作られるんですか。基本あの特に何も考えずに、はい、曲を作ってって、うん、2,3 曲できてくらいで、あのだんだんじゃあこれをアルバムにするとっていう感じで膨らませていく感じですね。僕シトスマートフォンって曲が、あ、自分もめちゃくちゃ好きてか、なんか共感したというかシダローってやつですね。シダローっていう言葉がめちゃくちゃいいですね、はいはい、いや結構これすごい自分はかなりダブルミーニングみたいなのが、でそれをあのもう誰も気づかないぐらいの自分だけ知ってるみたいなのが好きで、実はこれ、はい、シトスマートフォンって反戦下であのロシアとウクライナの戦争を受けて、これあのシトスマートフォンってロシアとウクライナのことで、っていう、まあ、これそうだった、そうなんです、そうなんです、それはちょっと、ま、気づいた方おられないんじゃないかなと思って、多分あの気づかないように作ってるっていう、あ、そうですね、意図的にってことですよね、はい、結構自分だけがしか分からないみたいなのが楽しくて音楽やってるところがあって、でもなんかその自分だけしか分からないだろうみたいなのっておっしゃられたんですけど、でもなんか曲名とかアルバムのタイトルとか、はい、あとあの僕あのパルコの消滅 の, あのツイッターで広告あの映像あのティザーというかなんか、はいはいはい、あの映像めっちゃ好きで、あ、なんかすごいちょうどなんか僕たちの知ってる世界とこう接続してくる感じが、はいはい、なんか そことちょっとこう相反するというか、はい、気がしてたんですけど、はい、そこら辺はなんか意識が あったりするんですかね。まあ、このパルコの消滅っていうのがあの、まあ、僕の過去とかルーツを、アルバムにしようっていうことで、これ本当に僕の地元 の, あのパルコが亡くなっちゃった時で、これが3、4年ぐらい前で、で未だに3、4年前に閉店パルコがしてから、今もまだ何もテナントが入ってないんですよ。なんで駅前に本当でっかい廃墟があるみたいな感じになってて、で行っても宇都宮って北関東最大の都市なんで、うん、そこにあのでっかい駅前にぽっかり穴開いちゃってるっていうのが、うん、アルバムのコンセプトとして面白いかなって思って、うん、で基本的にその僕はずっと地理が好きで、ずっと、はい、あの地形とか地理をあの個人的に学んでるんですけど、そういうあの地理社会学みたいなのをあの曲に反映するっていう試みをしてて、うん、で大体 そういう感じであのその変わっていく地方都市みたいなのをやってますね。なるほどなるほど。でそことその変わる前の自分 の, あの幼少期の思い出みたいなのをつなげるっていう作品で、デリバリーキッズ、あ、デリバリーキッズっていうあの出前館の曲なんですけど、で出前館ラップがめちゃくちゃいいです。ああ、ありがとうございます。これあるある、そう、わかります、これすごい社会的だなって、わかります、わかります、あるあるですよね。そうですね、あの結構僕が歌詞考える上で、あのてか最近のアーティストに不満なんですけど、ちょっとおしゃれぶりすぎというか背伸びしすぎというか、あのなんか俺はこんなおしゃれなライフスタイルを送ってるぜみたいアピールみたいな曲、はい、あのまあ
とかが流行ってきたあたりから、最近すごいそのなんか80年代のブラックミュージックをなんか焼き直して、それになんかおしゃれな歌詞をつけるみたいなのが、そんなのばっかりじゃないですか。じゃなくてめちゃくちゃ増えましたよね。はいはいはい、うん、今本当その70年代80年代の曲をどれだけおしゃれに再利用できるか合戦みたいに今なっちゃってて、じゃなくてもっと等身大の曲を作るべきだろうって思って、で今自分にとっての等身大なんだって思ったら、最近出前館めっちゃ利用してるなって思って。めちゃくちゃリアルですね。そうですそうです。だからなるほど、出前館利用してるのって全くおしゃれでもかっこよくないじゃないですか。それを、かっこいい曲にできるかっていう挑戦というか。なるほど。やっぱ歌詞見ながら聴くといいですね。いろいろ意味がこう。そうですね、結構歌詞がメインみたいなところって、もともと僕詩人として活動を始めてて。あ、そう、ノイズミュージシャンからは遊びだったんですけど、創作メインでやったのは、そう、僕結構ハサミグループの人っていう今あのイメージを持たれることが多いんですけど、もともと詩人でずっとやってて、ただ文章だけをネットに上げてて、でたまたまその詩を曲に載せてアップしてみようってなったら、なんかそっちがだんだんあの知られるようになっていったっていう感じなんで、基本はその今でも自分は音楽の人でなく詩人だと思ってるんで、基本そのメインは詩で、曲はおかずっていう感じなんで。あ、そうなんですね。なんかでもそれめっちゃ伝わってきました。あ、本当ですか。確かに。よく日本でリリースされた全部の曲を聴くっていう活動をしててそれやばいっすよね。毎日その何百のリリースをずっと聴いてるんですけど、その良かったと思った曲しか紹介してないから、すごい音楽愛を持ってる人間だと思われるんですけど、実際はもうダッサい曲ってなんだこれ、ダッセクソダセって言いながらずっとチェックするっていう感じなんで、はい、実はなんか結構その日本の曲聴いて、なんだこれ、なんでこんなのが売れてんの、バカじゃねえのみたいに思ってるの、鬱憤を自分の音楽にしてるというか。なるほどね。あ、そうなんですね。そのなんでこんなんが売れてんだっていうので言うと、青木さんは曲をもうほぼ全部 YouTube で視聴できるようにしてますよね。あれはもそもそもの前提として、なんか僕も音楽って商品じゃなくて、もう市場がぶっ壊れればいいと思ってて、音楽市場が僕その原始時代の音楽ってそんな金とか絡んでなくて、ただ身近にあるものを叩いてるだけじゃないですか、はい、それがもうそもそもの音楽で、なんか音楽ビジネスがどうのこうのサブスクがとか語られてますけど、もうそもそも音楽とビジネスがつながってること自体が僕は違うと思ってて、でそれでだからアマチュアリズムを実践するっていう意味で、で自分の曲は全部売らない、無料でやってるとか、だから毎回うちのなんか広告に使ってくれませんかみたいなのもオファーが来たりとかもしてたんですけど、だけどそれもそのハサミグループっていうのは音楽でお金儲けをしないっていう理念でやってるやつなんでって言ってお断りさせていただいたこととかもあって。あ、そうですか、はい、なんでその本当に自分の音楽、理想の音楽って本当一般人がとか学生が仕事しながら学校に通いながら趣味で作って、でどこにも売ってない音楽っていうのが理想なんで、なんでそれを自分で実践してるっていう感じで。徹底的にもう実践されてる。そうですね、もうアマチュアリズムっていうところで。いやー、すごい。それ言うは易しかもしれないですけど、実際に行動にするっていうか作品でそれやるっていうところがなかなかできないところですね。いやだから僕本当これでいくらお金入ってくるはずの失ってるんだろうってぐらい。いやだけど最近僕もう15年ぐらい無料で音楽公開してるんですけど、なんかそれはもうありがたがられてないというか、もう当たり前って言って、いやもっとこれを時間かけて作ったのを無料でやってるありがたさを分かってほしい。分かってください。そうですよね。15年っていうのがすごいですよね。一回ブレなかったってことですもんね。一回CD 発売してほしいですって見ました。だったので、
じゃあ発売してみようかなって発売したことありましたけど、うん、それ以外は基本的にっていう感じですね。へえ、それこれミュージックビデオとかって、あ、でもこれ、うん、僕これのことミュージックビデオって一回も言ってなくて、言ってないですよ、これミュージックビデオじゃないんですよ、これただ人の動画に勝手につけてるだけなんでこれをミュージックビデオっていうのはおこがましい、うん、でなんて呼べばいいんですか。これ映像ですだから僕あのハサミ、あの僕の過去のツイート遡ってみると、一回ミュージックビデオ公開しましたって言ってなくて、言ってないですね。で映像付きで発表しますって言ってるだけで、映像か過去人の映像付きって言ってたんですけどあ、じゃあこれ映像って呼べばいいですね、ハサミグループの映像って呼んで、はいはい、どっから見つけてきたんだこんな映像みたいなの、はいはい、結構ありますよ ね。例えばあの夢の泡立ちって曲とか、何の CG みたいなアニメーションが映像に使われてたりとかして基本的にあの YouTube を毎日いろいろ巡って、再生回数の少ない変な動画ないかなって探してるんですけど、それでなんかミュージックビデオに使えるものないかなっていうのをストックしてて、で、あのじゃあつけようってなった時に、あのちょうどいいのないかなってストックから探す感じですね。なるほど。辰村さんは、はい、近年の活動としては、あ、僕は漫画家として最近は活動していて、まあ、元々は絵画とか映像をやってたんですけど、去年の、5月ぐらいから、あ、こちらです、はい、あのちょっと渡します。漫画描いてて、僕も基本的にツイッターであの無料公開するっていう形で見せて、最近単行本を出版したんですけど、こういう紫のお薬っていうタイトルの、単行本出してて、あ、そうですね、 Amazon の Kindle で、僕はなんか今ね、その青木さんの話聞いてて、なんか売ってますとか言うのすごい恥ずかしくなってきたんですけど、これはね、あの違うんですよ、あの別に誰が自由にやってていいっていう、うん、あのそうですか、はいはいはい、でも例えばさ、別に人が売ってるとか何にも思わないですよ、僕こんな感じ、僕だけの、まあ、僕なりの、はい、だその漫画を描いて売ったりとかしてます。で基本的に無料で公開、ツイッターで見れるようにしているっていう感じの活動を今していますね。破格の99円で販売っていうのは結構長期間されてましたよね。そうですね、最初その試作っていうか99円で販売してて、まあお金欲しいなとは思ってるんですけど、その読者がいてくれることの方が作家としては望んでることなんで、少しでも読者が増えてくれればいいなと思って、その採算度外視で販売するっていうことをやっていたりしましたね、僕は、うん、めちゃくちゃもう漫画が面白いので皆さん見てくださいなんか一回ツイッターでちょっと拝見したんですけど、一、はい、回なんか編集部がどっかにこう漫画持っていった時にいろいろなんかこう言われてっていう、そうですね、もともとそのストーリー漫画を描く前に、まあ、4コマとかをチクチク描いてたりとかしてたんですけど、その編集さんに店に行ったことがあって、その時にあのマジでつまんないって言われたんですね。4コマはってことですか4コマが、これダメだねみたいな、あのなんでだろうな、なんか、まあ、もう忘れましたけど、もう嫌な思い出なんで、うん、なんかそれで何クソみたいな風に思ってストーリー漫画描くようになったっていうか、そのまあ読者のことを意識して作品を作るようになったのが去年の5月とかで、それで最初に作ったのが紫のお薬なんですか、はい、それで、お薬の時間ですっていう短編を書いたんですね。でそれ以降ずっと短編を書き続けていて、でまとまったので単行本にした時のタイトルが紫の薬っていうあの作品の単行本になります、これなんか辰村さんの最後の解説がすごい分かりやすかったんですけど、あ、そうですね、そこメタベタベタメタベタメタベタ、はい、についてちょっとそのそうですね、僕漫画描く上であの基礎コンセプトみたいなものを考えていて、メタベタっていうタイトルのその基礎コンセプトなんですけど、あのメタフィクションか、そのベタな没入のフィクションかっていう二項対立で
物語を考えないっていうことをしようと思っていて、つまりメタかベタかじゃなくてメタでもあるしベタでもあるっていう状態。もう少し詳しく言うと、例えばそのメタ的なことを物語ドラマの中で登場人物たちが何か言及したとしても、うん、そのメタ的な発言自体がそのドラマがある世界観の中で説明可能なものとして存在しているっていう状態、境みたいなものが必要だと思ってるんです、うんうんうん、その今の世の中、うんうん、作劇する上で今作劇をしている全ての人たちがぶつかってる問題っていうのがデマとかあるいはその陰謀論みたいなものとか、そういったものがそれを信じてる人たちにとっては、うん、それは真実であるから、うんうん、どれだけこう議論を重ねても真実が排他的に重なり合うだけみたいなのが今の物語的な状況だと思っていて、そういう状況ではこれは嘘でこれは本当でっていう線引きよりも重要なことがあって、それがメタでもあるしベタでもあるっていう物語の状態だと思ってるんですね。で、僕がカブトムシのその忘れないでみちこに対してすごい魅力を感じるのも、そういうドラマだけどそういう構成になってるところがある部分なんですよね。なるほどなるほど、うん、まあ、特にやっぱ音楽だからだと思うんですけど、うん、忘れないでみちこの場合は、うん、まあそのフェイクラジオみたいな言い方はできると思うんですよ、ある意味で、まあ、ラジオのモノマネ芸みたいなものとして、うん、いうこともできると思うんですけど、そういうのって例えば美香類っていう本があって、60年代に出た本なんですけど、鼻で歩くやつ、ね、そうそう、ハラルト・シュティンプケっていう動物学者が、うん、60年代に太平洋のちっちゃい島で独自に進化した鼻で歩く月歯類 の、 その動物を発見したっていう、その動物学の本なんですけど、でいろんな分類があって、そう、その鼻歩きっていう動物がいろんな種類がいて、それを分析した動物でも、これこの鼻歩きはその核実験で、うん、絶滅しちゃったっていう話なんですけど、まあ、全部嘘なんですね、その話が。でも全部信じて全部全部嘘なんだけど、すごいその、はい、動物学の本としてそれ詳しく書かれている、まあ、フェイク動物学なんです、ね、なるほど、まあ、こういう偽証っていうのがまあずっと昔から歴史的にはある中で、例えばそのドキュメンタリーの皮をかぶったモキュメンタリーっていうジャンルだったりがあったり、その延長線上には忘れないでみちこっていう作品もあると思うんですけど、うんうん、やっぱね、その忘れないでみちこの特徴はその音楽が返ってくるじゃないですか。で、はい、この CM は嘘の CM だなみたいな風に聞いてる人は思うかもしれないんですけど、この音楽は嘘の音楽だなとかなかなか言えないんですよね。なんか声もそうだし、そのこれは嘘なのか本当なのかっていうのが分かんないっていうのは、すごいやっぱ声とか音とかの特徴だと思うんですけど、そこにやっぱ情念があると思うんですよね、僕は。なんかただ嘘ついてふざけてるっていうだけじゃない、本気で何か、なんだろうな、本当の情念っていうと変だけど、なんかそこには嘘じゃない気持ちも入ってる、嘘も入ってる、そのこんなのふざけてるだけなんだよねっていう気持ちと、でも本当に何かを信じたいっていう気持ちみたいなのがすごい混ざり合ってんのが忘れないでみちこっていう作品だと思ってて、そこに俺はすごいなんかカブトムシが俺が好きな理由みたいなのがそこにあるって思ってるんですよ。 ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。でも確かにその先ほどおっしゃってた声とかその音楽、やっぱメロディーがあるとか、そういうところって確かにこうこれが嘘だっていう、それよりも情念みたいなものが含まれるっていう状況が結構多いこともあって、演奏ですよね、そうね、演奏、音、声、やっぱこれらのものっていうのはちょっと
書かれたものとかとは全然違くて、うん、それが嘘か本当かみたいな次元にはない気がする、うん、そうですね。それこそ最終回の一番最後にかかる曲みたいなのを僕が作ったんですけど、うん、そう、なんかそこにこう望む気持ちってこう半分ふざけてるけど、うん、やっぱりこうなんだろう、すごいなんか最大までこうこの曲だったら終わるだろうっていうそのそれがこうそう信じれるまでこう作るみたいな、うん、そのなんかおかしいはずですよね、その2つの感情がなんか両立してる状態っておかしいはずなんだけど、あの存在可能っていうのがすごいアルバムから感じられるのがすごいね、エネルギーがあって、結構他の曲のへんてこさからもそれが振りになってもエンディングが普通に普通にいい曲を作るっていう、その振りがね、それもなんかこうそういうふざけでもあるけど、こうでもなんかそのやりやろうとしてることは本当にいい曲を作ろうとしてるわけ、自分が。いや僕本当全然音楽は門外観だから分かんないけど、そのいい音とかいい曲いいメロディーみたいなところにはすごい貪欲なんだろうなっていうのは伝わってきて、うん、そこがやっぱりなんていうか、あこいつらただのふざけてるコミックバンドみたいなもんだなっていう風にならないポイントなのかなって僕は思うんですよね、うん、嬉しいですね、ありがたいです。自分たちよりも言語化できてる俺らめちゃくちゃ黙っちゃう、今のなんか今のなんか後でお家に起こしたいです使いたい自分たちのステートメントに引っ張ってこようかそうです、まあ、これが、まあ、さっきも流したかもしれないですけどラストソングで今回のアルバムの最後の曲にもなってます。1年間続いた忘れないでみちこのエンディングが忘れないでっていうタイトルの曲で、なんか本当に23回ぐらいまでなんか終わると僕たちも思ってなかったっていう、なんか結構唐突にじゃあ終わるかみたいな感じでそうだよね、そうなんか永遠にやると思ってたんですけど、そうで24回終わってから、まあ1回こう堀くんの卒業制作でちょっと忘れないでみちこってい こう名前を使って作品作ったけど、なんか この携帯でなんかまた作品発表するってことはそれ以降なかったですよね、うん、でまた作ろうっていう話にもなったこともまだなくて、でこのタイミングでアルバムを発表しましたけど、まあ、今後どうなるか感じですね。今日もあのフィジカルの CD を作りまして、あそうです、なんかこれはあのサブスクではもう発表したんですけど、これの、まあ、CD 版をあの作って売ろうっていうあの、まあ、あの話で、まあ、本当は今日ちょっと販売できればよかったんですけど、ちょっとあのプレスの工場 の, あの状況の問題で春節で春節でお休みでしたそれちょっと遅れちゃってって言われて、ただちょっと今日は予約販売だけやらせていただければと思うんですけどCD 版はあの最後ボーナストラックを一つずつ設けててですね、あの1月に、カブトムシちょっといろんな人あの周りの人をあの誘ってあの人集めてあの合唱を取ってて、でそのエメラルドの方は最後の曲の愛の奴隷っていう曲の合唱版を最後に入れてたりとか、コスモーラの方はパンジーっていう曲の、合唱版とかを入れてて、あのめちゃくちゃいいんですよ、なんかめちゃくちゃいいものができて、なんかもったいな、本当に CD 版だけにするのちょっと後悔したぐらいいいんですなのでまあぜひ買って聴いていただけたらと思ってます。いや買います、ありがとうございます買います。彼があのピアノアレンジしてもうピアノ手があの合唱アレンジ、合唱のアレンジをして、で当日みんなで集まってもらって練習して録音して、中学校の合唱みたいな情緒が、僕がピアノ弾きました、はいそれ注意してください。今日もトークイベントこの後終わってから、まあ、その販売を受け付けたりしますので、うん、よろしければぜひ物販の方も見ていってください。じゃあ今日はちょっと長丁場になりましたが、皆さんありがとうございました。ちょっとこれでトークイベント終わろうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。青木さんと辰村さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。ケーキもらっちゃって。すごい楽しかったです。